はい、こんにちは、村田嵐です。こんにちは。2日連続でね、ほとんどサーフセッションなんですけど、波が小さいということで、EMI しかできないので、EMI でね、本日はこちらのね、プレセボを乗って反則ボードでしょ、うん、音もプレセボで、2人とも反則ボードでやっていきたいと思います。で、本日ですね、タイトルにもあるんですけど、僕のお兄ちゃんのチャンネル、誹謗中傷を浴びて悲しい感じの動画、謝罪、そう、謝罪でもさ、悲しいこといろいろ言われて謝罪するのもおかしいけど、そう、そういう謝罪動画を僕のお兄ちゃんのチャンネルで出してたんですよね。それがね、ヤフーニュースになるほど話題になったらしくて、すごいね。で、話題になりすぎてヤフーニュースのトップになったらしいです。すごいね。それは別に喜ばしいことではないんですけど、どう思います？本当、誹謗中傷、まあ、だから誹謗中傷で YouTube やめる人もおるじゃん、一流でも、はい、だからその気にする人はするし、どうだろう。でも YouTube やったら、芸能人になったらさ、半分はアンチはおるからしょうがないと思うか、ただそのかけるの彼女のののかちゃんはさ、繊細な子だからやっぱり気にする子はするじゃん。信仰は信じ、自分はするの？じゃあ、もちろん言われたらしますね。僕のチャンネルでも、まあ誹謗中傷は、まあ、あるっちゃあるよ。ある。そう、だから音はしない方だけど、しないって言ってもどこかで嫌な気持ちが芽生える。いや、あるよ、若干はな、うん、いや、もう喋るとどうなの、もう一生喋らんからな俺カメラで撮りながら一言も喋らんのかと思ったことはあるけど、たださ、それ気にしとると何にもできんし、俺ちょっと年取ってからあんまり気にならん。若い時ちょっと気にしたかな。でも気にしとったら俺思うけど、友達のさ、商売人の社長って意外に人のこと気にしん人多いよ。そう、じゃないと、だって人がやらんことできんじゃん、そんな無理だとか言われる。無理だと思うことをやるから成功することであって、だから俺は気にしなくていいと思う。まあ簡単にでもする人はするから。結構するよな。いや、結構ね、しますね。慣れるって結構有名な方に言われたんですけど、こういうのは慣れるもんじゃなくて、やっぱりその人、長い文章であって、その一つの言葉、単語で傷つく時あるよ。でも誹謗中傷でも的を得て、あ、俺もそう思うっていう時もあるからさ、そういう時はさ、あ、こういう風に俺も頑張ろうっていいこと言ってくれる人も紙一重じゃん。本当のことを言ってる人が多い。そう、本当のことってさ、親かそういう人しか言ってくれないの。友達だって言いづらいじゃん、うん、ちょっと最近太りすぎてキモいんじゃないとか友達に言われたら怒るじゃん親だったら言えるけど、で、俺も痩せすぎた時、自分キモいからやめてくれって言ったけど、その辺のお母さんにちょっと、やすしさん痩せすぎてキモいですよと多分言いづらいから、まあ、YouTube とかさ、SNS っていうのは特にね、匿名でアカウントを作れて、匿名でコメントができるので、まあ、誰でも簡単に言える。その、言おうと思えばね、僕だってアンチコメントは誰でもできるんですけど、そう、だって俺だって別にアンチコメント人にできるわけでしょ別にしたいとかじゃないけど、だから別にさ、勉強になってよかったと思うこともあるから、はい、いいんじゃんって気安く言ったら怒られるかもしれない、まあ、よくはないけど、まあ、なんてやろ、まあでも、かわいそうっちゃかわいそうでしょ。まあだから、その子に、ののこちゃんは繊細だからさ、はい、その気にしたっていうだけで、多分兄貴のかけるは俺そこまで気にしんタイプだし、まあでも、彼女も、まあね、悲しみだから、ね、そうやるしかけない俺だったらそんなぐち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 じっとさやめとけって怒られる、また嫌われるじゃん。まだこれこそやばい。これこそ嫌う、冗談ですよ。心配して夜も寝れんかって YouTube 見ました。一緒に涙を流しましたよ。まあでも本当、なんやろな、僕もあるし、なんてやろな、まあ、やっぱ周りに見られる職業というか、なんていうの、やっと周りに見られることをやっとると、やっぱり言うことは言うやん。でもさ、言われりゃ言われるだけ有名ってことやろ。いいことでもある。だって自分差し上げ出してフォロワーが1000人もらうとき、誰一人文句言ってくれんかったけど、ちょ人気出てきたら滑舌悪いとかさ、あるじゃん。いいことじゃん。で、見てくれとる証拠だよと思えば俺はいいと思う、うん、けど気にする人はするし、それで
なくなっちゃう人もおるじゃん。そうなったらまずいから笑っとれんのだけど。そうだから本当に誹謗中傷はこの世からなくなってほしいですね。まあだけど意見としても聞きたいから。そう、意見とアンチってのはちゃうと思う。そう、まあね、そこの境目だね。そうだからね、本当に必死にねやってる方が多いと思うので、人それぞれだと思うんですけど、悲しむ人が多いのでやめてほしいですね。まあというわけでね、サーフィンの練習切り替えてやっていきましょう。そうですね、まあ楽しむしかないっていうか、でもしょうがないね。でもあの子らはあの子らでああやって謝罪して切り替えたんじゃないの。そうですね、まあそういうことがあったという話でした。ありがとうございます。というわけでね、切り替えてね、サーフセッションでやっていきたいと思います。波は小さいんですけどやっていきます。あ、そんなことでスターバックスに僕の写真が飾ってあるそうですよ。これ全然違うこと言ってまた僕はディスられる。そんな話してねえわって感じだけど。販売してるらしい。販売してるらしいから嬉しいですね。横浜のスターバー、ぜひ皆さん見に来てください、はい、お願いします。僕も写ってるのでね、よろしくお願いします。3人貸し切りですよ。本当ですか。いいの代わりに今日はあのシークエンスのお波のための締め方を教えてもらおう。教えてもらおう。今日ねヘッドキャップなくなってずっと探しとったんですよ。風呂場行って洗濯場行ってずっと探しとったら鏡に映ったんで、鏡見るまで見つけれんかった。おじいちゃんもうお昼ご飯食べたでしょ。 まだやばかった。というわけで無視してコーヒー飲んでますよ、ね。俺持ってこんでいいとか言って飲んどるの。一番自分で飲んでくる。行きますよ。無視。壁ちゃうぞ。今から海が出。はい、というわけでですね、本日はあの貸し切り、超貸し切りなので、3人でですね、スパーサーフィンしていこうかなと思うので、行ってきたいと思います。チャンネル登録よろしく。テイクオフの膝、まあ、余裕あるか分からんけど膝を意識してもっとパッと立てる練習がしたい。やっぱりビデオで見るとさ気持ち悪いのが分かるじゃん。頑張っとっても確かにそこを徐々に。でもビデオっていいよね、気づくから。あ、そうだ。結構自分でいけどうと思って見ると恐ろしい時がほとんどだから。今回あんま笑うとコメント欄で怒られるんだよ。そうですね、あんまちょっと笑わないで。でも笑うのと楽しそうだな、俺いいと思うよ。そうです。だって楽しい方がいいじゃん。だってバカにしないやん。いや知ってるよ、昨日なんか乗れすぎて俺暗くなっとったけど笑っとった方がいいよな。ナイスナイスナイスでした。いや右に引いてくれた。絶対行けたのに。たのになぁ、ビブランだったら。もっといなかったっすね。いける。チャンネル登録よろしく。はい、というわけで
1時間ぐらい経ったんですけど、もう今日調子よくない。いや結構これと、で2ターンとかできとる自分なりに、自分なりに。でも何本かドローグライドして、昨日とかで本当にもう半泣きになってて、最後でドラマのことがあったんですけど、まあ、あの今回ね、いい感じだということで、あの、まあ、波小さいけど形いいよな。そう、まだシュート早いことは早いけど、昨日ほどじゃないから、地形がいい。だから結局さ、これぐらいのレベルだと波次第なんだよな。だから上手くなってどんな波でも乗れるように練習しないか。ああ、そっちの意味だ。まあでも、あのいい感じで今日は楽しみになるので。俺一般の人はヘッドキャップあった方がいいと思う。確かに。どんな感じやったら水温情報。はい。まあ、本日はですね、最初の方にちょっとアニメの氷柱症の話をしてからの、ちょっと切り替えてサーフィンセッションということだったんですけど、まあいろいろね、あると思うんですけど、日々頑張っていきましょう。まあそう、ま、やりだしたんだから負けずにやった方がいいと思う。はい、確かに。いいですね。はい、というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ちょっとね、物語と思ったら、チャンネル登録と。